遠いわ。いや今日はですね、はい、ちょっとあるゲームというか、ああ、そちらに参加していただこうかなということで、はい、やってまいりました。ああなるほど、はい、なんか中で説明があるんですか。うんうんうん、いやそのさ、大枠も言わないんだったら行きましょうよいやいいです、行きましょう。じゃあ何、怖いな。でもちょっとわあ、なんだこの建物は。え、なんかいる。なんすか。いや、いやこのフォーマット絶対楽しいゲームではないでしょ。こんにちは。あ、対話はできないのね。はい、なるほどね。じゃあ早速行きましょうか。俺なんか見たことあるぞ、俺韓国で流行ってたやつだろえ、どこ行けばいいですか。上、はい、着替えて202に。あと6人来るってこと？あ、来た。お、え？いきます。おはようございます。え？これ何なんですか？2人目の参加者は大山ひろし。冤罪に武藤刑事役として出演した俳優。取り調べで加藤を追い込む迫真の演技は大きな反響を呼んだ。冤罪ってこと？え、これ何なの？いや、わかんないです。お疲れ様です。お疲れ様です。3人目の参加者は田上健一、元プロ野球選手で第2グループの視聴者だったことから第2グループの草野球チーム津田ロッテで指導や試合に出場している。メンツが読めない。え、じゃあ俺も読ませんって。意味わかんないんですよこれ。いや僕もわかんないです。おだす。どういうメンツ。4人目の参加者は西尾和幸、土井谷と同じく第2グループのメンバー。このタイミング。なんか参加しろって言われたんですけど。いや多分あと3人来るってことで。え、やっほー。5人目の参加者は2期、1週間心霊スポット生活で加藤と共同生活を行った。加藤の人間性を真っ向から否定する姿は視聴者から多くの共感を得た。謎面だねこのメンツ何のメンツですか。いや、わかんないですマジか、わからない。はわわわわわ。6人目の参加者は相葉拓也、プロモーターとして第2グループをサポートしてくれているお調子者の関西人。頻繁に食事をご馳走してくれたりなど、かなりのお金持ちでもある。最後誰じゃん。
最後何万っすか。最後次第よ。001だから結構ボス的な。確かにボスが感動。確かに。7人目の参加者は富豊、樹海村に長老役として出演した俳優。1週間にわたる迫真の演技で西尾を恐怖の渦に陥れた。うわよろしくお願いします。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 ご無沙汰だな。ということで廃校に集められたのは第二グループにゆかりはあるが絶妙にお互い気まずい7名。とりあえず着席したけど自己紹介でもしますか。一応自己紹介誰か分かんないもんお互いと、まずは自己紹介を行うことに。そして自己紹介を終えると、お、え、お、指ゲーム。指ゲーム、ほぼイカゲームなの。ほぼイカゲーム。ほぼイカゲーム。気づいてたけど。デザインの部分もそうだし。確かにな。いや、なんかズーム始まったかどうか確認してる。皆さん、指ゲームへようこそ。めっちゃ困惑してない？めっちゃ聞いてるけど。しかもめっちゃズームじゃないこれ。いや、聞きたいのはこっちですわ。それではゲームルールを説明します。指ゲームは1ゲーム1人1アクションで時計回りに進行する。プレイヤーは攻撃と分裂の2つのアクションを行うことができる。プレイヤーは他のプレイヤーに対し自身の指の本数に応じて攻撃することができる。指の本数が1の場合他のプレイヤーに対し1の攻撃をすることができる。つまり指の本数によって攻撃力が定められ、2の場合は2のダメージ、3の場合は3のダメージとなる。プレイヤーの指の本数が5を超えた場合そのプレイヤーの手は死亡となり、両手を失ったプレイヤーは脱落となる。片方だけでも手が残っていればプレイを続行することができる。プレイヤーは自身の指の本数をもう片方の手と共有し分裂することができる。指の本数が2であり片方の手が死亡している際、分裂をすることで両手1の状態でゲームをプレイすることができる。3の場合は1と2で分裂、4の場合は2と2で分裂。また両手が1と3であったりする場合は2と2で分裂することもできる。しかしただ左右の指の本数を移動するだけの行動は禁止となる。また手が片方しかない場合も同様であり、ただ片方を移動するだけの場合も禁止である。プレイヤーはこれら2つのアクションを駆使し最後まで生き残ったプレイヤーには、最後まで生き残ったプレイヤーに10万円差し上げます。10万円？本当にもらえるんですか？本当にもらえるの？めっちゃ欲しい。本当に？本当に？ゲーム開始のプレイヤーはルーレットで決定する。そして一巡が終了すると再度ルーレットで次の開始プレイヤーを決定。その後休憩時間が与えられ、プレイヤーは校内に散らばり各々作戦会議などを行うことができる。休憩時間終了のチャイムが鳴るとプレイヤーは教室に戻り次のゲームがスタートとなる。ということで最初のプレイヤーを決めます。荒いな。雑だね。何のルーレットひどいもう。モザイク。あ、見えた見えた。え、あ、ニッキー。あ、私ニッキー、ニッキーさんから時計回りね。すごいな、最近安っぽすぎない画面。それではニキさんからゲームを開始します。それではゲームスタートです。じゃあ相葉さんの左手に攻撃します。うわーうわー
そんなゲームで、いや本当いきなり始められた。まあ序盤はね本当誰やってもいいけど、下手しこのターンで誰かの片手が消えたりとかしちゃう可能性があると。だから増えたら増えるほど脱落ってことなんでしょ、これは。そうですね、ただ増えたら増えるだけ攻撃力も上がるっていう確かに。じゃあまあとりあえず行きましょうか。まあ最初はね、みんなあの均等にみたいな思ってるかもしれないですけど、僕はゲームを加速させます。僕の左手で西尾和之の右手に滅びのバーストストリーム。ちょっと待ってくれ、マジで。なるほど、加速したな。加速したな、高見さんか。じゃあめっちゃ見てる。俺を攻撃してくれと言わんばかりにめちゃめちゃ見てくる。じゃあ、圧がすごい。じゃあトミさん右手に攻撃。よし、こんなもんなら西岡。え？やめましょうマジでこの場でも。西岡さんもどっちですか？西岡さん何もしてないですか？どうしても西岡さん。流れは分かんないから、だから西岡の右手にこれでいい。確かにな、樹海村で殺しそびれてるしな。マジで？集中砲火により早くも右手を失った西尾。最初に票数を集めたプレイヤーに攻撃が集中するのがこのゲームの1巡目のセオリー。次に標的になるのはもちろん。じゃあ僕いいですか。相葉さんの左手に攻撃します。あっ3ね。左んちファイヤー。これで4になりました。199は黙らせた方がいいなって気も。あ、全員そういう流れ。199の左手に攻撃。ダーン。早くないだろ。早くない？これ一巡思ったより動くんすね。早くない？え、もっと俺停滞するかと思ってた。こうして1巡目が終了し、西尾、相葉は片手のみに、他は富だけが右手が2の変動のみとなった。そしてゲームマスターが現れ、第2ゲームの開始プレイを決めるルーレットへ。田上さん。あー面白いね。面白いねマジでこれ。あ、第2ゲームの開始プレイヤーは田上。1回目の休憩時間となった。あ、なるほどね。休憩の際、現状が書かれた紙を配布される。それをもとにプレイヤーは次のゲームの作戦を立てることができる。そしてプレイヤーは校内でそれぞれ話し合いを開始。そんな中、瀕死状態なのはすでに片手しかない西尾と相葉。開始プレイヤーは田上のため、自分より順番が早いプレイヤーを味方につけるのが絶対条件。西尾と相葉はニキとトミを引き連れ理科室で話し合いを行っていたのだが、トミさんマジでヤバいっすもん。究極まあ終わらされるっすね。そうだね。ヤイバさんでしょ、どう考えたら。それは正味トミさん次第。ダメだ、俺西尾嫌いだもん。西尾絶対殺すマン、トミのせいで話し合いは難航。この集会に速攻で見切りをつけ部屋を退出した西尾は、もうヤバいっしょ、もうゲーム崩壊。もうトミさんマジでヤバいな。トミさんが俺狙った段階でも流れできちゃうでしょこれ。もうヤバいって、もうマジで高見さん次第だわこれ。あと大山さんだ。大山さんだな。確か大山さんだわ。と大山を味方につけるために動き出した。あ、でも結構安全地帯の4人じゃん。安全地帯。偶然集まったのはまさに安全地帯の4人。もちろん話題に上がるのは、でもとりあえず1体殺した方がいいんじゃない。そうね、うん、どっちをやるかっていう。どっちがいいと思う。どっちがいいかな。まあ西岡相葉さんだったら相葉さんの方がいいな。なんとなくそんな気はする。じゃあ相葉殺しに行くか。そうですね。とりあえずこの安全地帯4人組の現時点での見解は相葉を消そうということだった。
大山さん。おはようございます。ねえ、下話します。あの、ここめっちゃ涼しいです、あそこ。そうです、そうです。目当ての大山に加え、田上も捕まえた西尾は校長室へ二人を先導、話し合いを設けられることになったのだが、開校一番、大山から意外な提案が。みんな欲しいじゃないですか、お金。そうっすよね。だからみんなで分けるってどうですか。あ、まあねえよ。こうしましょう。じゃあ3人3等分にしましょうか。あ、めっちゃいいと思います。3-3-3取った人が3-3-3。まあだから、まあ残った人がじゃあ優勝として4で、うん、確かに。いや、僕は騙したくないです。みんなで分けたいです。あ、そうっすか。なるほどなるほど。そうっすね。僕が取った時は分ける。いや、僕でも俺はもう信じるしかないですね。でもここはいきなりの同盟の提案。優勝者は4万円、他の2人は3万円という条件。この絶体絶命の状況で断る選択肢はない。ここで大山、田上、西尾の同盟が発足した。そして次のゲームの標的はもちろん、まあ、とりあえずこのターンは相葉さん消しに行きます。一方、2階の図書室ではもう一人の絶体絶命の男、相葉を囲い話し合いが行われていた。多分これ言おうか、結末。あのね、正直3人ぐらい死ぬまではどうでも変わらん。で、この4人になった時に誰が残ってた方が一番勝ちやすいかを考えた方がいいよ。ってなると、相葉さん結構殺す候補だな。え、でも10万円にそんな執着はない、正直。わかる、うん、僕は動画を面白くすることしか考えてないんで、はい。まあ、そこはね。この系統のゲームにおいて賞金はどうでもいいから敵ではないと、見たことないアプローチで3人に訴えかける相葉。すると土井谷は部屋を退出し1階へ向かう。そして、約束します。ちょ、誰？下でめっちゃ喋ってましたね、あいつ、あの3人。あ、そう。だから今簡単に言うと構図はもう2つに分かれたわけですよ。俺ら4人チームと下3人チーム。この4人になったらもうさすがにもうやり合いになりますが、4人になるまでは仲間でいようぜっていう、そういうキャンペーンが始まったかもしれない。確かにここ4人で組んだらめっちゃ強いんですよね。そうっすよ。相葉が提案したのはこの4人での同盟。ひとまず大山、田上、西尾を潰しプレイヤーを4人まで絞ろうというもの。早速2つの同盟が発足し、完全に2つの勢力が対立する形となった。あ、はい、あ、これか。じゃあいいですか。うわ、で僕の右手で相葉さんの。おお、決まりましたね。なるほどね。じゃあ右手で相葉さんに。ああ、どうだ。なるほどね。え？ああ、わかんない。なんとトミが相葉に攻撃。混乱する教室内。これはあの4人の同盟が崩壊したことを意味する。この状況に土井谷が切り出す。全員多分分かってると思うんですけど、多分いろんなチームがあるじゃないですか。何じゃ、土井谷はチーム入ってんだ。え、まあ、あるんですかチーム逆に。あ、僕今多分6つぐらい所属してるんですけど誰がどのチームに今どこにいるのかがよく分かんない。俺以外とはじゃあ組んでるってことですか。そうですね、大山さんとは組んでないですもん。でもあれ、俺も2チーム入ってるから。でもどっちか裏切らなきゃいけないわけじゃん。そう、トミは安全地帯4人組も同盟として認識。まさかのこちらを信用したのだった。それにより一気に勢力図は崩壊し、まさにカオスな状況へ。まあ要するにはどこに所属してるのが一番勝率高いかなって考えた時に、分かんなくなってきた。一人占めですか。そうそう、裏切る前提やんこいつ。いや、どうしようかな。じゃあすいません、決めました。はい、トミさんの右手に1で攻撃力を与えた。そして次は大山の順番。ここで相葉が攻撃されるはずだったのだが、
じゃ逆に僕は人を傷つけたくないです。傷つきたい人いますか？といるはずがない天候を取り始めると、じゃあ僕は誰も傷つけません。分裂します。大山は自殺行為のような分裂を選択した。そんな大山の気候に困惑しながらも続くは西尾。当然攻撃相手は僕の左手だ。アイマスアタックです。え、死んだ、死亡ってこと？まあね、それしかないよ。 なんだよ。相葉脱落。いやマジか、マジか。で次危ねえな。いやちょっと私どうしたらいいかな。ルーレットで誰になるかちょっと分かんないのがあるんで。少し考えた末、二木は西尾に攻撃した。一本しかない俺に、はい、うん、これでよみがえるかもしれないね。そして重要な第3ゲームの開始プレイヤーを決めるルーレットがスタートする。マジ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 、逆に言うと復活の可能性もある。最初最初マジ最初最初西尾頼む頼む頼む、復活するんだよ。おまずい、これはマジか。まずい、うわしゃあまずい、しゃあ。第3ゲームの開始プレイヤーは大山。これからの休憩時間でこのカオスとなったゲームを正常化できるのか。第2ゲームを終えるとすぐさま廊下で会議を始める土井谷、田上、二木の姿が。アミさん、テイク見ましょうよ。いやいやいや、もううさんくさいもん。めんどくさいからトミさんやっちゃった方が私いい気がするんだけど。土井谷は田上二木に声をかけ、一時的な同盟を発足。この同盟の目的は主に2つあり、大山さんが分岐しなかったら2人で、うん、4人までできて最後俺がとどめさすこともできる。トミさんは2人で一気や殺せるって感じかな。1つ目は第3ゲームのトップバッターである大山が2本を分裂させなかった場合、この3人で総攻撃し大山を倒すというもの。同じく日本で始まる西尾の撃破も狙うが、もちろんこの2人もそれを分かっているため十中八九分裂させてくると予想。そこで2つ目の目的として、二木と田上で現在一番攻撃力を持っている富の片手を撃破するというのがこの同盟の目的だ。大山さんがもし富さん誰も攻撃しないで分岐しまくってたとしたら、もう2人で富さん行くのが一番、うんうんうん、そうだね。ちょっと小耳に挟んだんですけど、ちょっと僕がちょっとうるさいと、そういうことを小耳に挟みました。僕を潰したいと。僕はもうじゃあ人を傷つけたくないんでうるさくしません。なるほど、はい、なるほどね。3人の推測通り、大山は一々に分裂を選択。そして同じく西尾も一々に分裂。よって3人の目的は富の右手の撃破に。二木が富の右手を攻撃し4本に。そして最後は田上が富の右手を攻撃し撃破するという話だったが、1,2,3,4 僕がもしこれやればそこ消えますけど、うん、攻撃しなければ次トミさんで誰かしら1個は消せるってことですもんね。片手ね、片手は殺せますね、うん、誰かしらの。とりあえずまあみんな1なんで、まあ別に当たり障りないと思うので、大山さんの右手に、はい、1。なんと田上は4本のトミを放置し、なぜか大山の右手に攻撃。これによりトミの右手は4本のまま。4本というのはこの指ゲームにおいて最強の攻撃力を誇り、敵を一撃で沈めることができるというまさに核兵器のようなもの。田上がとどめを刺さなかったばかりに、人を生かすも殺すも気分次第、神の化身ゴッドハンド富が爆誕した。
そしてその標的となったのは、さあこれをさあこれをトメさん頼みますよ。何やねんか、うん、あのいや好みのタイプの2機に、うわあの右手に復活すればいいんだから何なの積んでるトミは好みのタイプという下心しかない理由で2機の片手を撃破。力を持ったエロジジイということでもはや亀仙人にしか見えないが、そして最後のアクションはドイタに。これ以上トミに好き勝手やらされては危険なため、最後のドイタニがトミの右手にとどめを刺すのがセオリー。しかし一旦2機で、1人のあれに。ドイタニはトミの右手にとどめは刺さず、同盟仲間の2機に攻撃。この攻撃の狙いは、仲間の2機が片手1本というとても弱い状況であるため、2本にして次のゲームで11で分裂できるようにさせた同盟仲間を救う一手だった。これによりまたもやゴッドハンドトミが野放しになった中、次のトップバッターを決める超重要なルーレットが始まった。運命のルーレット、このルーレットめっちゃ大事だよ。ここ大事大事、これめちゃくちゃ大事だよ。それではルーレットで次のプレイヤーを決めます。これ大事っすね。あーお願いします。2機から始まったら分裂するし。すごい。なるほど。マジか。次のプレイヤーは、トミさんからです。はい、了解しました。いやー終わった好きなるほど。これはこの流れでいくとしたら、ニキかドイタニもやっぱどっちかね。そろそろ消えていかないとゲーム的にも面白くないんで。そうっすね。高上さん、僕のことを信じてくれますか。さあ怖え僕が優勝するためにはどうしたらいいかな。もうちょっとだけ遊ぼうか。